こんにちは、まさみです。今回はホライゾンのアビリティを使う上で、やっちゃいけないことっていうのを4つ解説するのと、前にもやった戦闘中のクリップをもとに、ホライゾンの動きっていうのを解説していこうと思います。よろしくお願いします。まず1個目。これで今、30メートルぐらい、人離れてるとき、結構交戦するぐらいの距離じゃないですか。でそういうときに、一回見てもらおうか。はい。めちゃめちゃ削られましたと。200ぐらいかな。で、これ、ホライゾンのアビリティを使うときに、めっちゃ被弾するっていう、まあ、質問みたいなめっちゃもらうんですよ。何がホライゾンのアビリティ使う上でやってないかっていうと、まあ、レレレ移動をしないんですよね。上昇中に。で、僕が、ホライゾンのアビリティを使うときに、まあ、いつもレレレ移動は絶対しなさいとか、まあ、した方がいいって絶対言ってるんですけど、教えたりするときに。ホライゾンのアビリティ、こう、上昇してるときっていうのは、まあ、一定間隔で、こう、狙っていくだけだから、レレレしないと、まあ、糸も簡単にこんだけ削られちゃうわけですよ。はい、もう一回行きますと。一回目が、まあ、たまたまだったかもしれないね。はい、170ぐらい削られましたと。まあ、これ今赤アーマーだから死んでないけど、まあ、さっきのもそうやけど、紫アーマーとか青アーマーとかだったらもう死んでたり瀕死だったりしますよね。だからレレレしないだけでこんだけ食らうんですよ、ホライゾンって。アビリティ中に被弾めっちゃ多いという風に、まあ、質問くれた人や、そういう自覚、被弾が多い自覚がある人はレレレを徹底するようにしましょう。ではその比較対象として、レレレした時のパターンっていうのを見せますね。はい、先と比べてだいぶ少ないですよね。はい、もう一回上昇しますと、はい、明らかに違いますよね。ダメージが半分から3分の1ぐらいになってますよね。でこの今、ヒナンさんって方なんですけど、いつも一緒にランクやってる人なんですけど、まあ、プレデターの中でもめっちゃ上手い人なんで、まあ、その人でもこれぐらいしか当てれないと。で、次のパターンはレレしながら打つ練習で、この相手方の人はホライゾン上昇中に当てる練習っていうのができるから、まあ、こんな感じで、まあ、僕ちょっとホライゾン最初やり直す時っていうのはこういう感じで練習してたんで、上昇中に当てるのが苦手って人はよかったらこんな感じの練習法もあるから、まあ、ぜひ使ってみてほしいです。はい、では2つ目の NG 例を見ていきましょう。はい、で今この瞬間を見て何が悪いかって思った方結構いらっしゃると思うんですけど、こうダメージレース勝ってますと、敵にしっかりレレもしてますと。でこれ何が悪いかっていうと、こういう建物の上に自分が当たりに行くときっていうのは、だいたい建物の上って敵が2人とかで取ってたり、横の建物の上に敵がいたりすることって多いじゃないですか。だから1人に対してのダメージレースは勝ってても、集中砲火されたら僕これ一瞬で落とされちゃうんですよ。で、まあ味方と3人で一緒に登るって言っても、アビリティを使ってからみんなでせーので行くわけじゃないし、だいたい結構味方とのその上昇するラグっていうのがあるんですよ。だから、こういう建物に当たりに行くときっていうのは、ウルトとか投げ物の有無っていうのをしっかり確認して、まあ、戦いに行った方がいいと思います。で、この後今、こういうその、とこで味方がこう撃たれて回復しながら戦ってるとします。こことか、こことか、まあ、こことかね。で、まあ、同じ説明をするんですけど、この上に敵が2人とか3人いた場合っていうのは、戦えるのは自分だけじゃないですか。だから、この味方の人たちは、まあ、投げ物とかでしか応戦できないんですよ。だから、その、味方とかがここで回復してる時間っていうのをなくしてあげるために、自分が一瞬ヘイトを買うっていう、まあ、使い方もできるんですけど、ヘイトを買いすぎると、まあ、一瞬で倒されちゃうんで、そこだけは注意しましょうっていう NG 例でした。まあ、ちょっと次は高さを変えて。はい、で、高さがこれぐらいだと、まあ、さっきと何が違うかっていうと、さっきよりもこの建物よりも自分と敵の距離っていうのが高いんですよ。だから自分は上から撃ち下ろせるけど、敵はこう見上げないといけないみたいな。見上げて撃つのってかなり難しいんですよ。で、まあ、ここで戦ってると、まあ、こんなに削れなかったとしても、この下の階段から味方が登れたり、この2段差、段差2つあるんですけど、そこから味方が応戦できるから、まあ、こういうアビリティの使い方だったら、まあ、いいんですよ。これぐらいの高さだったら、例えばフラグメントの、これがさっきのチップハウスぐらいの高さだとすれば、その横にある2階建ての建物とか、まあ、そういうとこだとだいぶ刺さることが多いですね。ラバーシティの2階建ての建物とか、このシチュエーションっていうのはかなり多く存在するから、まあ、僕もこうやってフレンドとかといつも練習場で練習してるから、まあ、こう上昇しながら打つ練習っていうのもホライゾンを使わない人もやってもいいと思うから、
まあ、ぜひそのフレンドさんとかと買ってやってみたらいいなって思います。はい、では次行きたいと思います。はい、では3つ目の NG 量を見ていきたいと思います。はい、でこの場面の何が悪かったかっていうと、この目の前の敵に集中しすぎて周りを全然警戒しないんですよ。高倍率のスナイパーとか持ってる時によく陥っちゃうんですけど、こう敵をやりきれそうとか1回目に大きくダメージ入った時に目の前の敵に集中しすぎて、こう周りの敵が見えてないとどっから撃たれてるのかとか、その部隊が同じ敵の部隊なのか、漁夫の部隊なのかとか分かんないじゃないですか。だからやばい時っていうのはウルト使ったり、味方に報告したりしないといけないんで、次がちょっといい例見せますね。はい、で同じぐらい被弾するとしてもちょっと削られだしたなと思ったらそっちの方向を見ますと、こっちの敵の体力はまあだいぶ減らしてるけど周りがどういう状況に置かれてるかっていうのを自分で確認するのがめっちゃ大事です。だからこうやって落下中にこんだけ食らって同じぐらい食らったとしても味方に早めのその報告と、まあ、自分のその今の状況がやばいんだったら撃つとか使えますよね。だからスナイパーとか持つときとかチャーライとか持つときとか特にそのもちろんレレレとかちゃんとできてたとしても、まあ、こうやって周りの状況をしっかりアビリティを使ったら確認するっていうのは忘れないようにしましょう。はい、では4つ目のパターン。4つ目のパターンは障害物とか平地から一段下がった場所、まあ、障害物っても岩とかコンテナとか、こう味方が後ろで回復してる時とかにアビリティをどんどん使いたいからってことで、その隠れてる場所の裏で使っちゃうと味方飛んじゃいますよね。僕はさすがにもうホライゾンめちゃめちゃ使ってるからわかるけど、意外と最初ってなんか飛ばしちゃったりすることあったんですよ。こう味方の体力とか見てなかったりして、味方とこの障害物とかを共有してる時って味方からしたら、エイムして狙ってる時に急に飛んだりするからびっくりするし、もちろん回復してる時に、まあ、セルとかだったらまだいいんですけど、バッテリーとかフェニキとか巻いてる時に飛んじゃうと敵から狙って倒されちゃったりすることもあるんで、そこだけはちゃんと注意しましょう。で、せっかくのその障害物、それをこのアビリティ使っちゃうことによって、ここから構えて敵を狙ったりできなくなるから、まあ、どうせアビリティを使うなら障害物からちょっと外れたポジションに置きましょう。こうすると登り始めは若干的に姿を晒すことになるけど、この障害物を有効活用もできるし、このアビリティも使って上から初戦通せるんで、こんな感じで。普段の時はその自分のためだけに使ってもいいんですけど、こう味方と近くでそのポジションを共有してる時っていうのは、あの味方の行動とかそのヘルスとかに注意しながらアビリティを使いましょうということです。はい、では今からは実際の戦闘シーンをもとにクリップを解説していきます。このクリップだと、まあ、アビリティの使い方についてちょっと触れてるかな。で、手前のライフラインが孤立してるなと思って奥にウルト投げてんけど、実際には3人いましたと。で、敵のライフライン1枚ローにしてるけど2人に撃たれたらアカーマーでも倒されちゃうから一回降りて、まあ、さっきの練習場でやったみたいに敵を倒すと。で、反対側からも敵に撃たれてたから、すぐまた降りて、アビリティのリチャージを待ちながら、はい、デレレレしながら、しっかり敵の視界から離れるような感じでバッテリーを巻きますと。で、一回扉を壊すフェイントを入れて、敵を倒して、2人目倒そうと思ったんですけど敵の方が打ち合いが強くてぐっと視界から外れるような感じでまたアビリティを使います。こうすると敵ってもう逃げたように錯覚するんですよね。この1回ちょっと巻き戻すとこう回復しきって、でこの着地音っていうのがホライゾンマジで聞こえないんですよ。だからとっさのこの判断で敵は多分起こしたと思うんですけど、まあ、こうやって落下音、普通のキャラだったらドスって音鳴るんですけど、ホライゾンなんないから、こうやってアビリティでこう、上下に敵を振っとくだけで、こうやって倒せちゃうよなっていうクリップでした。はい、では次のクリップいきます。はい、この場面は敵にこの鉄塔を取られてる状況でラスト部隊です。で、上から撃ち下ろされたんですけど、どうにか敵の真下まで入ることができて、じゃあさっきも言ったアビリティを使って敵を倒すんですけど、
敵のレイスがポータルを焚いているのを見て、すぐに上昇しましたと。これだと 1v2 で上昇しながら撃ち合えるんで、こうレイスが下にポータル敷いてる間に、上の部隊を2人倒して、でそのまま味方と一緒に詰めてフィニッシュって感じですね。だから、その上に上昇するタイミングっていうのを結構見極めるのも難しいんですけど、こうやって敵のレイスのポータルとか、敵がこう味方をバンバン撃ってる時っていうのを見計らって上昇すると、まあこういう風に刺さることが多いよっていうクリップでした。はい。で、3つ目のクリップでは、ちょっとあんまり教えたくないんですけど、あんまり動画とかでも言ってこなかった、ホライゾンのアルティメットの、まあちょっと、知ってる人2、3割ぐらいじゃないかな。意外と知らない使い方っていうのを紹介していきたいと思います。こうやって扉の前に敵がいるときに、こうやってウルトを使うと、扉の前の敵ってこうやって今閉められたり、どうしてもその扉を割ったら、その割った時に敵にマスティブで100ダメージ入れられたりするじゃないですか。でもこうやってウルトを置くことによって、この扉って実は割れるんですよ、ホライゾンのウルトって。で、敵はこうやって、まあ、この敵のウルトも予想外だったけど、この中の範囲内なんで、このパスワインダーの人も、この奥にいるホライゾンの人も、行動制限がかけられてて、倒せましたと。だからまあこのクリップではホライゾンのウルトをこう扉の前に投げると、まあ今敵のパスがこの使用してたのかすぐにこっち側に逃げたから受けられたんですけど、扉の前に投げることで扉の前にいた敵がパッて吸い込まれることがめちゃめちゃ多くあるんですよ。これあんま言いたくなかったんですけど、ちょっとこの知識を生かして、まあ扉の前でこうロックしてるコースティックだったり、まあ敵を見かけたらこうウルトを投げて、まあ敵瞬殺してみちゃいく瞬殺してみてはいかがかなと思って教えちゃいました。はい。で、このクリップではホライゾンのアビリティとアルティメットを使って敵を殲滅するシーンなんですけど、ホライゾンのアビリティってウルトと重ねることによって、まあ、こんだけウルト遠くに飛ばせるんですよ。50メートルぐらいかな。で、敵が逃げる方向がこの車の手前ぐらいまでしか行けへんから、まあ、そこら辺にウルトを投げることによって敵2枚3枚ぐらい揃えてたんじゃないかな、今。2枚ぐらいかな。で、アビリティを使って隠れてる敵もついでに倒して、で、これで殲滅かな。こういう短い戦闘を作り出すためには、こうやって、ほとんどこのジブと僕ほとんど被弾しないじゃないですか。だから、もしこれで仮に漁夫が来たとしても、まあ、すぐ敵倒せちゃうし、なんて言うんだろうな。その戦闘時間をこういうちっちゃなテクでどんどん短くしていくと、例えば爪痕を狙うときもダメージを狙うときとかも、まあ、大いに役に立つと思うんで、まあ、よかったらちょっと参考にしてもらえたらいいなって思います。自分が撃てない距離、まあ、さっきのこの坂の上の敵っていうのも自分が撃ってもあんま火力出ないから、アルティメットを投げて、味方のレースが詰めやすいようにしつつ、投げ物で、まあ、倒せたと。まあ、その実際に刺さなくても、ここにウルトがあることによって敵はこっちより前に出てこれないから、いろんな効果があるんですよね。実際に刺さなくても、いろんな効果を生み出せるから、まあ、たくさんちょっと投げてほしいですね。こういう動画を見てもらった方には。じゃあ次、最後のクリップいきます。はい。で、最後のクリップでは、2個目の NG 例かな。こう、高台の敵、こう、撃ち合うなっていう話だったんですけど、まあそういう時は、ウルトを使いましょう。まあこのクリップだいぶ参考になると思います。このウルト一つで、一番上が取れちゃうんですけど、まあこの吸引力がすごすぎて、全員なんか吸われてしまったんで、まあ、こんだけ敵が強いポジションにいたとしても、ウルト一つでこんなに落とせるんですよね。はい。で、このクリプトとかも敵にいて、クリプト結構最近流行ってるんですけど、ウルトを使ってる時とか、ドローン展開中って自分動けないけど、ホライゾンはこうやって自分も動きながら戦えるっていう強みがあるんで、本当に皆さん、ぜひまだホライゾン使ってないとか、微妙かなって思ってる人も、こう、動画を参考にしながら使ってもらえると、まあ嬉しいですね。リクエストとかも、まだまだどんどん募集してるんで、よかったらコメント欄とかにこういう動画作ってほしいとかあったら、まあ、絶対その通りになるかわかんないけど、参考に作っていきたいと思うんで、よかったら高評価とかもくれちゃうとめちゃめちゃ嬉しいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。他にも Apex の動画を投稿していますので、そちらもぜひお楽しみください。Twitter のフォローもお待ちしています。それではまた会いましょう。またね。